はい、皆さんこんにちは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のチャート分析をしていきたいと思います。今日はですね、ビットコインに加えまして、リップルのことについてもね、ちょっと喋っていきたいなというふうに思います。まずはね、ビットコインの方からチャート分析いきたいと思うんですけれども、今日がですね、2019年の6月の30日ということで、6月最後の日ですね。今の時刻が20時4分ということですね。はい。で、今のですね、ビットコインの価格が125万7千円ぐらい。ちょっとね、今、まさに、急落っていうか、まあ、落ちてきたところですね。今日で 2% ぐらいの下落がありました。で、それがですね、まあ、リップル XRP に関してはですね、44.7 円ということで、こちらはほとんどね、あの値動きはなかったんですけれども、まあ、今ね、あのビットコインが落ちてきてるというところでですね、合わせて、リップルもまあ落ちてきているという状況です。はい。で、ビットコインの、方なんですけれどもね、チャート分析していくんですけども、これはですね、4時間足を、まあ、映しているんですけれども、まあ、ここで一旦ですね、148万円、9万円っていうね、年初来高値をつけた後ですね、まあ、急落しまして、で、一時はですね、111万円台とかですかね、1万円、2万円ぐらいまで下落したんですけども、そこから一旦戻してきて、で、今、まあ、ここのね、125万円からこの133万円というところで、まあ、レンジ相場みたいな感じになっているという状況ですよね。はい。で、まあ、今後どういう風になっていくかっていうのはですね、まあ、なかなか読みづらいところではあるんですけども、まあ、ここで大きな目線で見るとですね、4時間足レベルでこう大きなね、3区持ち合いを形成しているところですよね。はい。で、まあ、ここが、まあ、ここもちょい上でもいいですかね。はい。で、まあ、ここが収束するポイントっていうのが、明日明後日ぐらいかな、まあ、明日の夜か、明後日の朝かっていうところだとは思うんですけど、まあ、そのあたりですね、どちらかにね、大きく動いてくるんじゃないかなというふうに予想しております。はい。で、どっちに動くかっていうのはですね、このチャート形状上なかなかやっぱり難しいところはありますね。はい。で、このまあ今の値動き見てもですね、上値がかなり重いと。で、直近でいくとこの、133万円のこのラインですよね、ここが結構意識されてですね、なかなかこれ以上上に行けてないというところがあってですね、まあ行っては反発され、行っては反発されというような状況が続いているわけですね。なので、今後まあ上か下かっていうことは明確に言えないんですけれども、まあ上に行くとしたらですね、まあこの後こう行って、上に行くとしたらですね、まあ133万円のところでレジスタンスされながら、サポートに転換しまして、でそこからですね、まあ、146万円のところに向いて、動いていくと。まあ、そうなった時にですね、まあ、ここの146万円までの、道のりがですね、早ければ早いほどこうダブルトップみたいな形になってですね、再度120万円台、120万前半台までね、あの下落してくるっていうこともね、あるかもしれませんね。そこもですね、まあ、今後の値動きとともにですね、合わせて、注目していくべき、ところかなというふうに思っております。まあ、ここからですね、一気にこう上がっていったとして、ここからまた落とされるとですね、ここでダブルトップみたいな形で、さらにね、下落して100万円台とかね、そういったところまで、あり得る可能性もありますので、まあ、そこはですね、毎日注目していく必要があるかなというふうに考えております。で、下落した場合ですけれども、まあ、ここで、横横行ってですね、下落するとですね、まあ、ここで、50日のですね、移動平均線があるんですね。で、ここでも、まあ、サポートされてた、かなりサポートされてましたし、他でもね、これまで意識されてますので、一旦はこの50日移動平均線、まあ、こうあったとして、ここで、サポートされるでしょうと。で、その後ですね、さらに下落するとなると、本当に下がね、見えてこないんですね。で、まあ、とりあえずここのラインですかね、ここの、直近最安値、それからここで、ね、あのサポートされたラインというところで、まあ、この辺りで、ラインが引けると思うんですけど、まあ、この辺りまで下落するのは間違いないと思いますね。で、さらにここで止まらなければ、一気にですね、この107万円、1万ドルのラインですね、ここまでの下落が見えてくると、言った感じでしょうかね。ここを割るってことはないんじゃないかなというふうに考えています。はい。ということでですね、まあ、今どっちに動くか分からないという状況ですけれども、まあ、ここまで落ちてくるっていうことは想定しづらいんじゃないかなと。落ちてきてもですね、ここで、サポートされて、で結局ですね、下には切り上げていって、まあ、もうちょっとね、こう三角持ち合いを続けるということも、まあ、考えられますけれどもね。はい。今の予想でいくと1日2日
までにですね大きな値動きがあってで上に行くんであれば133万円がキーポイントになると下に行くんであれば一旦この120万円ぐらいのところのですね、中期移動平均線を意識した後はですね一気にここの、最安値のラインですねここのラインこのラインまでは下げてくるかもしれない。これが112万円とかですかね、はい、このあたりまで下げてきてもおかしくないというところが、今の、見立てになりますということですね、はい、ぜひ参考にしてみてください、でですね、リップのことについて、少し、ね、喋っていきたいと思います、僕が使っているこのビットポイントの MT4 にはですね、リップル対応してませんので、こちらのねチャートを使っていきたいと思います。リップルなんですけども、まあ、これ、リップルの日足のチャートを映していますけれどもね、まあ、ここの5月、10日あたりからですね急騰しまして、そこからずっとこのレンジ相場が続いているわけですね。日足レベルのレンジ相場、上が50円くらいで下がですね、まあ、40円42、3円というところですね。ここずっとこうレンジ相場で続いているわけですね。はい、で今後どういう風になっていくかっていうところについてはなかなかこちらもね難しいところがあるんですよね、リップルに関してはほとんどね最近、ビットコインと、ね、同じような値動きをしておりますので、まあ、今後っていうところは難しい。ただですね、まあ、こう見ていただくと分かるんですけども、下値はですね完全にこう切り上げてきてるわけですね、はい、ここはまあ攻めても低いかな。なので、まあ以前でしたらですね50円試した後に40円とかまで下落してたところが、今回もですね50円まで試して下落したんですけども、まあ、44円とかねそういったところで、下げ止まっているっていうところですね、まあ、下値を切り上げてきているというところがまあ分かるかなというふうに思います。で、まあ、今後リップに関してはですね、僕もかなり現物を投入しているっていうこともあってですね、今後上昇してくるっていうところにかなりね期待をしているところではあるんですけれども、現物を いつ仕込めばいいんですかっていうね、あの質問がよく来るんですよね。でこれについてお答えするんですけれども、まずねリップのこのバブルの時からの値動きを見ていただきたいんですけれども、ここ最高で400円をつけてるんですね。ここですね、はい、400円をつけてます。そこから、一気に下落してきてですね、まあ、この後ですね40円のラインですね、はい、でここがもうねで32円、ここはもう最安値、31円とかもありましたけれどもね、まあ、一時的にあの20円台っていうのもありましたけども、まあ、ほぼこの33円、4円っていうところがですね最底値圏なんですね、はい、なので、まあ、見ていただいて分かるんですけども、ずっとこの底値圏をずっと動いてきたわけですよ。もう2018年の、夏ぐらいからですね、ここで、50円台から一気にこう急落して30円まで下がってきた、ここですね2018年の8月から、ほぼ約1年間ぐらいですねずっと最底値圏を動いてきてるわけですよ。でなぜじゃあこの最底値圏30円台で、ちゃんとね止まっているのか、見方によるとですねもう一切取引やってないんじゃないのみたいなね感じに見えるんですけども、それ逆でですね取引やってないというよりは、上がることをですね信じてみんなですねずっとホールドしているわけですね、ずっと持っているんですよ。で、なので潜在的にですねリップルを持っている人でそれから期待している人っては多いわけですね。でそれに比べてですね、まあ、この32円からまだこの44円とかですねまだ10円ぐらいしか上がってないわけです。ビットコインだったら、220万円最高値に対して今もう120何万円というところでもう半分以上戻してきたわけです。でリップルに関してはですね、400円の最高値に対して今44円ということで、10分の1ぐらいしか戻してないわけですね。まあ、いろんなねあのファンダメンタルズ的な、要因がなければあの今後上がっていくのは難しいでしょうけれども、ただですね、まあ、期待値っていうのは非常に高いと。で、いつ仕込めばいいですかっていう質問に関してはですね、もう いつでもいいというところがまあ正直なところですね。まあ、ここから、まあ、下落したとしてもですね、まあ、30この2円とか3円とかで、これ以上下がることはもうおそらくないと思います。でこれ以上下がってくるとですねもうリップルは結構ねあの終了って言っても過言ではないぐらい、っていうところまでね見えてきます。ただですね、まあ、この感じ、ゴールデンクロスも形成した後ですね、まあ、かなり上昇してきてですね、基軸通貨と言われるビットコインがですねどんどん上がっていってる中で、ビットコインも、ね、リップルもですね、ある程度上げてきていると。で50円もちゃんとね試して、維持しようとしているというここの値動きを見るとですね、やっぱりまだまだ可能性は高いんじゃないかなというふうに感じています。それから、まあ、今の価格が相対的に見てですね安いっていうことはまあ一目瞭然ですよね。こういった400円から10分の1ですからね、まだ全然上げしろがあると。なのでまあ、いつ仕込んでも別に問題はないと、安いには変わりないということが、まあ、言えると思います。でどうしてもですねもっと安いところで掴みたいんであれば、まあ、30円に入ってからっていうのもまあありですけれども、このまま30円に入るかどうかも分かんないっていう現状からするとですね、もう今から買っていって、分割で、まあ、分けて買っていくと、1ヶ月に1回とか、まあ、そういったレベルでもいいかもしれませんけれども、まあ、定期的にですね買い増していって、平均取得単価を、まあ、安定させるっていうことがですね、まあ、今一番いいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、いずれにしてもですね XRP リップに関しましては今の価格ですね非常に安いっていうところは間違いないので、現物仕込む方、もしね考えている方がいれば一つね参考にしていただけたらというふうに、思います。で、注目のニュースっていうところですね、まあ、今週末に V20、G20 ね同時に開催されてまして、まあ、大阪ですね、あの一応今日で閉幕ということになったんですけれども、まあ、期待されてた以上にですね、仮想通貨の話題、好材料となるようなファンダっていうのは、まあ、飛び出さなかったということですね。価格も、まあ、上昇は一定にとどまったというところでしたね。まあ、ちょっとね、期待してた割には
そんなもんかというような感じもしましたけれども、まあ今後につながるようなね、あの法規制だったりとかっていうところは十分話し合われたみたいなので、まあそちらのニュースも気になる方いればですね、コインポストさんのニュースとか、まあご参照いただけたらというふうに思います。はい、じゃあ今日の動画はね以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。